ありがとうございます。冷ましたかい
んでください。せーの、リラチー。ありがとうございます。はい、杉原リオです。リオって呼んでください。せーの、リオ。ありがとうございます。はい、七瀬ひとみです。ひとみって呼んでください。せーの、ありがとうございます。はい、白石彩香です。彩香って呼んでください。せーの、ありがとうございます。はい、浅見ゆなです。ゆなって呼んでください。せーの、ーありがとうございます。私たち大からんまんです。よろしくお願いします。はい、私たち大からんまん麻薬しません。大嫌いです。大嫌いです。大嫌いです。イエーイ。はい、そうだね。野外2回目だからちょっと今緊張してます。ね、なんかすごいめっちゃ天気いいよね。そう、めっちゃ天気いいね。眩しい、暑い。なんかみんなせっかくこうやって写真の人いっぱいいるのにさ、目こんなになって写っちゃうし嫌なんだけど。わかる。桜咲いてないね。うん、そうだね。咲いてないね。そうそうそう、近くに桜あったらいいねっていう話をした。そうだね、もうすぐ咲くかな。うん、何月だろう、もうそろそろ、来週、来週かな。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。お花見、イエーイ。桜だからってこと。うん、そうそう。この前上野行った時なんか咲いてなかった。そう、上野の時は咲いてたよね。ちょっと咲いてたから。梅じゃないの、あれ。梅だったの、わかんない。桜のことにしたこ。桜のことにしたこ。桜咲いてました。桜咲いてました。お花見したい。お花見したいね。お花見したいね。え、もう桜 見た人います？見ました？見た人。あ、見た人いる。おお、結構いる。いいな。いいな。てか、なんかさ、屋台がたくさんあるじゃん。うん、なんか食べたくてさ。そう、食べたいだろ。食べたいよね。ご飯まだ食べてないからね。うんうんうん、そうだよね。お腹すいたよ。あー、お腹すきました。お腹すきました。イエーイ。ずっと前からね、言ってるから。お腹すいた、お腹すきました。お腹すいたな、本当に。あっちにもあるよ。うん、あっちにもある。なんかたくさんあるからいいなって。お腹すいた、いい匂いするしね。お腹すいた。お腹すいたな。なんかさ、今日あれじゃん、野外じゃん。花粉症の人います？花粉症の人結構いる。今日花粉どんな感じ？やばい？今日やばい。大丈夫？やばいね、やばいね、やばいね、やばいよ。ユナだけ花粉症なの。そう、私ね、でもね、くしゃみはそんな出ないの。あの、目がね、もう大変なことになる。しょぼしょぼ。そう、しょぼしょぼになるだけだけど。花粉じゃなくて、ちょっと今光で見る。それだよね。天気良すぎるからね。でもなんか開放的でいいね、やばい。めっちゃいい、風がいい、気持ちいいよ。でもなんかさ、今日さ、ステージさ、大丈夫、ステージこう広いじゃん。なんか、あ、感覚すごい空いちゃってるとかなかった？さっきあった、立ち位置間違えた。立ち位置間違えた、難しかった。よし、じゃあお腹空いてるひとみちゃん。あ、ここで、ね、あの、オカランマンから告知したいんですけど、あの、はい、オカランマン毎週火曜日、秋葉原サイファーさんで定期ライブを行っております。イエーイ。もう無料なので、お時間ある方はぜひ火曜日、秋葉原サイファーさんの方に遊びに来ていただけると嬉しいです。はい、あとね、はい、ツイッターやってる方なんていたらね、オカランマンって調べてフォローしてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。なんかたくさん写真撮られてる感じする。そうだね。みんなカメラね、向けてるね。イエーイ。はい、次の曲が最後になるんですけど、ありがとうございます。もっと盛り上がっていけますか？イエーイ。もっともっとね、盛り上がっていってほしいなって思います。大岡の物語、聞いてください。If you can dream, you can do it. ありきたりな世界よりもっともっと輝くあのステージへ。いくよ。おいおいおい。
変わった私の未来夢を掴んで進んでいくんだ。なんだあなたと未来もう私は一人じゃない。わからなくてもいい、あなたに笑顔届けたい。次のライブは原宿ベルオプエルベルエポッツさんで15時45分からあります。ぜひ遊びに来てください。お願いします。お願いします。はい、それではこの後すぐにグッズ販売があるのでよかったら見に来てください。お願いします。お願いします。